こんにちは。前年に続いて新型コロナウイルスと戦いながら年6場所を開催し、2年ぶりの地方場所も行った2021年の大相撲、元横綱、北斗海で日本相撲界の八角理事長は21年12月に行われたインタビューで、22年を復活の土俵にしたい、と語っていたようです。そこで今回は、大相撲の顔として活躍してきた元横綱、白鵬さんに対して八角理事長が語った言葉について紹介していきます。合わせて、物議を醸したこの年の白鵬さんの相撲についてなどもお伝えしていきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。コロナ禍の苦境に立たされるスポーツですが、大相撲も例に漏れず、地方場所ができなくなるなどの影響が多く出ていました。現在も力士含め感染者が出ている状況ですが、どうにか地方場所は開催できている状況です。現在の各界を盛り上げるため奮闘する一人が、日本相撲協会の八角理事長です。北海道に生まれ、北斗海として87年夏場所後に横綱となった八角理事長。広尾小学校の卒業文集に、将来は相撲取りになって芝生のある家を建てるという夢を書いていたといいます。そんな八角理事長は14歳で実家を出て九重部屋に入門しました。朝早くから稽古場で四股を踏み、それが終わると学校へ向かうという毎日を送っていたようです。1979年春場所が初土俵で、19歳の83年春場所で新十両へ昇進した八角理事長、同年秋場所で新入幕を決め、それからわずか2場所で小結に昇進します。三役に定着しながら、頭角を現してきた八角理事長。闘志を表に出しながら、最後まで奮闘する姿で相撲ファンを魅了してきました。その後、二関脇だった86年春場所で史上初の5大関を打ち破り、13勝2敗で初優勝を成し遂げます。同年名古屋場所を後に大関に昇進した八角理事長は、星から北斗海に名を改めました。87年春場所で2度の目の優勝を勝ち取り、次の場所では優勝を逃してしまったものの、13勝2敗という好調ぶりを見せます。そして、23歳という若さで横綱昇進を決めました。しかし88年夏場所千秋楽を腰痛で休場してから、名古屋場所から3場所連続で全休に追い込まれます。かなりの体重を維持しないといけないことから、怪我や病気も絶えない相撲の世界。八角理事長も例に漏れず、怪我が悪化してしまったことから入院を余儀なくされ、2ヶ月間はまともに歩けない日々が続いたようです。しかし、八角会長はどうにかしてもう一度土俵に上がりたい、という強い思いで、1日8時間以上のリハビリを行ったといいます。再起を目指した昭和天皇、崩御の平成元年初場所は初日から14連勝を成し遂げた八角理事長。千秋楽で朝日富士に負けてしまいますが、優勝決定戦で打ち倒し、見事に復活、優勝を成し遂げました。その後も怪我と向き合いながら、横綱として土俵を務め、合計8回の幕内最高優勝を飾った八角理事長。92年5月に、心も体も自分の全力を出し切った。稽古もリハビリもやり残したことはない、と語り、28歳で現役を引退しました。現役引退後、八角理事長は8代八角親方として、九重部屋の部屋付き親方として後輩の教育に当たっていたと言います。しかし、93年、弟子4人を連れて九重部屋から分家独立する形で、高砂一門の相撲部屋、八角部屋を立ち上げた八角理事長、当時の九重部屋に部屋付き親方として在籍していた、年より全員も八角部屋に移籍するなど、分家独立とは思えない好調な船出となりました。現在までに、元関脇、北斗力や元小結、海宝など、9名の関取を輩出しており、現在においても、
関脇経験のある沖の海が出世頭の関取として活躍しているようです。高知新聞の大相撲応援企画では伝説の8番と題して1989年千秋楽九重部屋の千代の富士さんと八角理事長による同部屋横綱同士の優勝決定戦にスポットライトが当てられていたといいます。平成最初の年だった89年7月16日満員の8500人で相撲ファンが見守る中、唯一の同部屋横綱による優勝決定戦でした。85年秋場所から87年春場所まで九重部屋10連覇を成し遂げ、一躍存在感を大きくさせていった2人。勝負は八角理事長が立ち会い腹突き放しに行きましたが、千代の富士は下がらなかったと言います。当時について八角理事長は、今思い出してももうやりたくない戦いだと振り返っていたようです。また当時の心境については、千代の富士さんはお子さんを亡くされているし、複雑な思いでした。複雑な感情を持ったまま土俵に上がっていました。千代の富士さんはあの時の勝負に集中しているようでした。まわしを取られた時は練習で見ている時よりも力が強かったのを覚えています。さすが31回優勝している人だけあると思いましたと語っています。当時2人の師匠で相撲解説者の元横綱北の富士勝明さんも、人生に一度は見てみたいなとは思いましたが、あのようなことは体に良くない、どっちが勝っても俺の弟子だというのが精一杯でしたと強がった様子を見せていたようです。現在も新型コロナウイルスの影響に見舞われながらも年6場所を開催し、2021年は地方場所も行った大相撲土俵では、看板の横綱が白鵬、鶴竜から照ノ富士に交代しています。21年を振り返り、今年の相撲界に八角理事長は、横綱が引退して新横綱が生まれましたが、次の横綱大関候補が出てきていないという印象です。親方が情熱を注いで弟子を育てていかなければいけませんねと語っていました。また新横綱については申し分ないと語った上で、私もできなかった、受けて立つ相撲というか堂々としたもの、九州場所も2、3番は危険な相撲もありましたが、その他は自分から攻めているという安定感が感じられました。2本刺されても慌てず自信を持っている印象でしたと称えています。一方でこの新横綱の堂々とした相撲には様々な反響が寄せられました。というのは、昨年9月に引退し、先日宮城のを襲名して部屋継承となった白鵬さんの現役最終年には多くの批判が寄せられたからです。7月場所では7場所ぶり45度目の優勝を果たし、899勝という驚異の戦績となりましたが、仕切り線から離れて俵付近で手をついたり張り手を連発したり、かち上げのようなエルボーを繰り出しガッツポーズを取ったりと、委員からは非難の声が相次いでいました。戸倉俊一委員は、優勝は立派だが、日本の国技でもある相撲はそれだけではないということをどうやったら分かってもらえるだろうか。山内正幸委員は、ほとんど最低のレベルの相撲じゃないですか、横審の全員が厳しい意見でしたよ、理事長からも厳しく呼び出して注意するそうですとしていました。確かに自身もコロナ感染や膝の怪我で苦しみ、鶴竜さんが引退したことで一人横綱のプレッシャーもあったことでしょうが、これには立派としていた八角理事長も厳重注意をしたそうです。これからは指導する立場となりますが、堂々とした横綱相撲を継承してほしいですね。ぜひ皆さんも一緒に応援していきましょう。この後関連した動画もご案内しますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。